はい、始まった始まったよ。はい、始まった始まった。もう録音始めたよ。じゃあ、というわけでしちゃダメだってジロラジオ第3回目では、第3回目の今回のゲストを紹介いたします。今回のゲストは、前回に引き続き全然ダメよ。チャスです。はい、サキです。チャスじゃなくてごめんなさい、ごめんなさい、サキです。エジヤギです。受けたかいないの。としきです。受けたかいだとか言うのやめる。はい、みなりです。そして、てか今日の2人です。ね、うん、はい、なんでなんでやろうね、うん、だけどちょっと若干テンション低めですけど、この3人でこのラジオを撮っていきたいと思います。高い、ね、高くねえよ。低血圧。何分すると、何分しようか。20分にする。30分。まあその時の気分次第でよくない。そうやね、盛り上がったら行こう。そのまま相乗相乗。じゃあお便りと言いたいところなんですけど、はい、今日お便りが来てないんですよ。嘘。なんで、マジなんで。お前のその言い方なんで、なんで、うん、チャスが記録もつけずにね、 LINE 知っとる、来とるの知っとるのに無視するけん。あ、悪系。うん、ここで吉明は記録無視する。あいつは最悪。実はね、うん、俺ラジオ2回目ない出演。そうなの、うん、1回ガチでね、うん、奄美大島でラジオしたから。あ、一人で。うん、違う。これを2回目ってカウントするな、お前。民法じゃねえわ。ちゃんと流れ、車の中で流れるやつ。そうそうそう、ガチなんで。そうね、うん、奄美大島 2,3,000人しかおらんくて、うん、結構おるくない。合宿行った時に、うん、出てくれませんかって言われて、俺ともう一人のキャプテンの人が喋ってなんぼ話したぞ。鹿児島かなんか歌唱の人おったんや、ね、うん、まあ、ほんでこんな感じで2回目。違う違う、グダグダ。これ2回目とかじゃなくて。あ、じゃあもう2回目。それなら俺3回目やからね。なんで、あ、そっか。あ、これが1,2,3回目。こんなんでカウントするだよ。 YouTube に上がるだけ。え、でも楽しみにしてくれとる人がおるけんさ。そうだね、まだ頑張れるやったり。例えばダーポン。え、見ようと、ダーポン見ようと。でも聞きよるよ。そう、出たいって心待ちにしとる。うん、あとあれやろ、あの M4 のミサササやろ。 M4 のね、 M5 だよ。なんか増えたと。いや、なんか増えたらしいよ。なんか増えたけど5になったみたいな話を聞いたけどね、なかなか思い出せんのよ。どういう意味 M4 って。うん、ミカサの M、 M のド M の M、 うん、マスターの M、 メンヘラの M。 あ、それか。でマザコンの M。 あ、マザコンの M。 そう、メンヘラだ。うち思い出せんかったの。マザコンの M 増えたの。だってもうお母さん好きですかって言ったら、うん、好きって言ってた。大変やね、あの人。M2 なのに。M5 か。M5 だね。かわいそうに。原さんもね。原さんで。うん、原さんも聞ようと、これ。聞きよる。そうだね。聞きよる。マジ。なんかメッセージ送ってば。メッセージ送って意外だ。いいよ。聞きよる。原さん。恥ずかしい。片思いか、お前。甘酸っぱいね。青春やで、ね。いいと、なんか送ったから。じゃあさっき一緒にね、なんか言って、うん、せーの、大好き。そうからか。おお、かわいそう、あのさ、ごめんなさい。遊ばれよる。もて遊ばれる3人生。もて遊ばれよる。ほんとよ。手のひらで転がされる。前回のチョキといいね。そうね、あれダボンしたんでしょ、ちゃんと。えらい。どうしたらやばいね。え、それタッチ式？違うよ、タッチ式じゃない。あ、違うの、なんで？何だろう。めっちゃ4分いったよ。ねえ、もうやっと4分だよ。うん。どうする？聞き寄る人は多分まだ4分。だよね。聞き寄る人話の内容ないって言ったら。でもね、お便り。うん。何お便り来てない。でもね、これね、意外と聞き寄る人多いんよね、多分。そうなの？うん、意外と。誰？例えばそれは知らん。例えばそれは知らん。平尾、平尾竹下って同じ。平尾絶対聞いてない。平尾絶対。前回の平尾くんに聞いてほしいな。一旦ね。かわいそうやな。寝つけないな、夜が。でもかなこも似とったよね。かなこ聞いて、聞いて、ありがとう。中村の、そう、中村のかなこ。ああね、うん、俺かなこのね、ブロックカバーが好き。お、
例えば、と言いますと、うん、なんか来てくれるやん後輩やし、来てくれ、後輩やしね、来てくれるってなそれバレーやけん、その場にいてくれるんだね、そう、バレーやけんやろよくない、なんか一生懸命さが、一生懸命さはいいね、これ聞いたことないと、うん、聞いたと聞いたと、あ、よかったね、だけど多分、うん、聞きながらめっちゃ照れとる、うん、照れるしにやけてると、そうそうそう、表情に出ちゃう、うん、なんか電車とかで聞いてほしい、うん、一品一品前菜みたいな言い方そうね、天下の一品いい、もう会話が会話が成立せよ、お前らそうやったお前バカ3やったね、いや原さん天下の何て言ったっけ、台所江戸大阪よ欲しい、そんな時はあったね、あったね、あれ全部して欲しかった、でも春寮の答え合わせ、うん、時間なかったもんね、確かに懐かしくでもやる、あんね、カホさんが言ってた、うん、やりたいってリベンジだって、何のリベンジか分かんないけどとか言いながらあの人ね、買うよどうせ夏らしく、いやなんかね、4年女子連れてくるから、うん、で4年の先輩はアホらしい、知ってる、さやかさんとか綾菜さんとか飛鳥さんとか、でも俺多分俺の予想やと飛鳥さんはなんか CA のなんとかでこんって言って、さやかさんはなんかバイトとか行ってこんで、うん、綾菜さんはど前日ドタキャンとかする、うんで結局カオさんがもう結局私だけやんっていうやつになると思う、あ、なるほど、うん、掘り出しバカっていっぱいそうじゃない、掘り出しバカと思う、うん、掘り出しバカ掘り出し物みたいな、掘り出し物、うん、いっぱいそうじゃない、例えば誰だったら、リコとか、今回はさ、ほらミナが出てきたよ、掘ってきたよ、掘ってきた、掘ってきた、ミナが掘ってきたじゃん、あの商品すごいね、あれすごいね、うん、あれ一品やで、ほんといや、絶対俺が言えんけど、うん、そう、あなたはね俺、掘り出されてない、もういた、うん、掘り起こされてた、値打ち、値打ち品、うん、やはりみたいな、いや、目玉ない、うん、やはりみたいな感じ、うんうん、そうだね、誰かな、バカ、懐かしくやるならまたやりたいな、そうね、好評につき、好評につき、あれ結構ガチで解くもんね、うちでもね、一、うん、人ね、この3人の中で一人だけね、いぶかしげな表情を浮かべてやりたくないって、誰マジ嫌やった問題配られた時嫌じゃなかった、いやうちはもう闘争心に燃えてたもん、でもね懐かしく時するならもう常識問題だけになる、ご協会なしってこと、なしなし、あ、なす、じゃあうち勝てるわ、うん、そうだね、お前成績良かったもん、うち良かったもん、やるなら、うん、もう常識問題だけにする、 SPI 的な、 SPI? それスパイ、なんだっけ、あのあれか、小田さんが入ったやつ、あ、それ IQ やん、あ、メンサやメンサ、メンサメンサメンサなりてえね、でもさ、珍回答がもし欲しいやん、そうね、じゃあ常識問題だけにしよう、常識問題、うん、俺それ作るけん、あの行き先とかは瀬戸口に決めてもらって、あ、ねえね、じゃあうちしおりしおり作りするわ、しおりとそしてまたね頑張る、夏らしくはもう全部瀬戸口に任せよう、うん、頑張れ瀬戸、絶対聞いてないと思うし、絶対聞かんと思うけど、絶対聞いてない、ブロックしたね、ブロックしたね、ブロックはやばいシャットアウトするわ、すべてシャットアウト、そうそう、さすがね、瀬戸さん、ブロックのスペシャリストやもんね、スペシャリストやね、今回のテーマがないけんね、そう、お便りがないけん、雑談やね、多分ね、うん、そう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 、何の話をしようかね、何かいいお題出して、お題、うん、じゃあ、うん、私が今ハマっているもの、お前はつむつむね、つむつむの何、どういうところがいい、そう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 、うーん、まあコイン集めやねコイン集めで3万コイン貯めて、うん、引く、何を、ガチャを、うん、で何が出る、ウッディとか、いいね、かわいい、マジしょうもないね、実際、うん、そうね、時間のロスやねにハマっとる、ハマってやない、マジハマっとることやばい、そんなないね、ないね、バレーとか、バレービーチぐらい、うん、お前最近すごいよね、バレーよ、よく、うんうん、なんか体育館調子いっちゃうね、体育館、今体育館めっちゃ調子、そうな、
いやね、俺さ、お前が、うん、なんていうと、チロに来たがるっていうか、うん、ビーチしたがっとるのを見ると、俺ちょっと嬉しい。嘘。なんで？なんでやろうね。親目線？いや、違う違う違う。なんか。ダチ目線やね。やっぱ。マブやね。うん。なんか、なんかあるよ。いや、俺そういうのいいわ、っていう感じがあるけど、バレ好きなんやなっていうのが伝わってくる。嘘、俺？うん。よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。最近これハマっとるかもね。うん。でこいつ電話したら絶対でしょ。うん。ありがとうございます。とりあえずこれ言ったらなんか楽しくだな、おはようございますと、ありがとうございますと、お疲れ様です。絶対するなよ。言って。ありがとうございます。ちょっと違う。お疲れ様でした。お疲れ様です。そこのまずね。大事やね。大事やね、挨拶、うん、挨拶大事、挨拶ね、最初の挨拶で、あれやね、一日が決まる、全て決まるよね、決まるね、でもその新入生に行きなよ、ズーンおいちですよ、ズーン、何この人たちってなるよ。あ、じゃあ分かった、お題、どんな新入生が来たら嬉しいかみたいな、いい、ね、それにするか、嬉しいか、うん、あんな新入生に来てほしいか、でも、うん、いや新入生の話する、今日バカ、いいね、バカ、うん、はアホな人が来てくれたら嬉しい。懐かしくやろうぜ、世代交代、もういいよ。いやいやいや、どんな人が来たら嬉しいかね、うん、なくなっちゃう、俺もバレーうまい人が来てくれたらいい、うん、ビーチに来てくれる人も、そう、うん、そうそうそう、ね、朝からね、朝から晩までね、どんどんバレーが上手くなっていく姿を見て見感心して、ああ初心者でもいいね、頑張ったねってなる。あ、おやいいね、いいね、見る見る成長を感じてるから、あ、それいい ね朝からねっていう人たちを募集してます。宛先はそういうのじゃなかった、クリック、いいね、そういう子欲しいね、なんか退陣してくださいみたいなね、一年生ね、スパイクの内から教えてください、ね、でもそんなのじゃ緊張するくない、こっちが、うん、こっちが、それは別に、うん、それはうまい気やない、分からない、じゃどういう男の子やったらどういう人が入ってるんですか、イケメン、どこの子、イケメン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 よ、イケメンでいいよ、いや、生意気なのはね、ダメ、じゃあ、ちょっと、あれは、石橋は石橋やろ、うん、あ、生意気やね、あいつ生意気やね、あ、生意気やね、でもあいつ、このラジオも絶対聞いてないけど、ね、いやしね、うちあんまり喋ったことないね、実際あんまり喋ったことない、あ、でも、あ、俺も喋ったか、人生と仲いいなって思ってるね、おう、嫉妬すんなって、嫉妬するわあんだけ仲良かったら嫉妬するわ、どんまい、生意気はね、ちょっとあのさ、生意気、ちょっと生意気なぐらいがちょうどいいと思うけどね、小生意気なのね、うん、だって、うん、あからさまにね、敬語でバッて線引かれとる人とか嫌じゃない、うん、エースケ、エースケ、あいつそういうタイプ、エースケ、うん、いやさ、ここもうちょっとだんだんどういう風にしたらいいよっていう、うん、はい、部活感が抜けてないのかな、そうそうそうエルって良くないそれ、いや俺ね、堅苦しすぎるよね、俺とサークルやけんふわってしたいんだけど、まあダメ、なんか慣れてきとってない、慣れてきたら、多分いいんじゃない、まあ、未だに強制は取れないけどね、俺この間開幕戦でさ、強制にガチ説教してしまって、なんであいつがめちゃくちゃ調子悪くて、うん、で、お前さ、何それみたいな、それもいかんやみたいな、それ言って、そしたら横でケミさんが、うわ、大人が強制をいじるかと思ったらガチ説教やっぱり、ね、何年間も一緒にバレしてくるとね、そいつの良さと悪さが見えてくるもんね、じゃあ、窃盗の良さ、あいつの良さ、うん、ブロックじゃない、悪さ、悪さ他じゃないブロックしかねえ、ブロックは言うことないよ、うん、うん、あとあいつの良さは人柄やろ、ね、うん、仏、なんか仏、それこそ仏、マジ仏っぽい顔してる、怒らんね、怒るけどね、うん、けどあいつあんま楽しそうな顔せんよね試合中、いえ、なんかいろいろビーチに来るときもさ、だいたい、うん、ラジオじゃ表情伝わらんけどさ、うん、こんな感じね、そうそう、こんな感じありがとうございます、嫌な感じや、うん、さ、やっぱそういう人の笑顔が見れたときが一番嬉しいよね、笑わせてやったぜみたいな感じ、逆にうん、ざまみよって思う、だから俺とか見たりとか言うやんさ、チャリ乗りながら来るやん、うん、チャリのがうわーってやな感じや、うん、そうじゃないやつ、それどっち、うん、うん、
何しに来たとってなるもん、うん、無だよ、無ま無それに比べて言うしたけん、はぁさぁさぁさアホ、あのアホアホ全開やもん、すごいよね、勉強ができるバカ、勉強ができるバカやもんね、すごいよね、なんか持ってるね、金備えてる、金備えてはない武器をいっぱい持ってる。じゃあ次のフォーサムに向けて、そうね、うん、え、新入生の話したせんと、もう終わっちゃった、うん、今おる新入生の話しようぜ、うん、誰だ、ミスズ、ミスズとナエと、イクチミちゃんと、イクちゃんって言うんですよ、イクミちゃんと、あの、夏リリコ、リリコ、夏希、夏希はあれやろ、あやぽん、夏希、夏美、うん、夏美、夏美、アイフォンの後輩やろ、知らん、おるん、うち合ってたの、いや、あのイクミちゃんの友達やないけど、イクミちゃんの友達、あれ夏希やったっけ、夏美、あれだっけ、まあどっちかね、うん、どっちか、そうそう、いや夏美も夏希もおるんだし、いや何がなんかようわからん、うん、ない、とりあえず、うん、リリコはちょっとワンカル候補生です。そうです。そう、え、あれ旧大学園、うん、そうそうそう、ワンカルで働きたいって言ってた、だから紹介したった、珍しい。だからその1年生たちが、うん、このラジオをいつで聞くかもしれん、うわ、やばいね、うん、石橋にぶっ殺されるやないかな、うちらいいよいいよ、それしかいけん、うん、教えんど光栄第一印象言おうぜ、今しかないよ、第一印象というか、今の気持ちって。あ、誰の聞いとる頃には、もう俺たちの気持ち変わっとるかもしれんけど。あれ、竹下とかの？は？何を言うと？俺たちの一年生に対する印象。あー、はいはい。オッケー、そっちね。うん。いいよ。え？いいよ。じゃあ誰から行く？でもさ、俺、まあ、言わない、ナイとミスズがちょっとごっちゃなるよ。え？ほんと？全然違うよ。髪型が一緒なぐらいよね。え、でも顔が？いや、なんでと？パッて出てこう。どっちやったっけ、あ、こっちやねって、ミスズって言ったらバン、ちっちゃい、うん、ちっちゃいみたいな、で、ナエってバン、うん、でかいチビのでかいで入るかもしれないやダメやん、それナエ細でかいね、うん、でもさ、女の子でかいって言っちゃいかんないの、大きいって言わないかんないの、そうなの、知らんけどさ、じゃあ、大きいでいこう、言うやん、なんかでかいって言われたくない、大きいならまだいいけど、でかいって言われたくない、だね、ニュアンス、まあ、言い方やない？言うな、何の効果音ない、ないか、うん、まあ、まあ、ないがさ、うん、あの元カノにめっちゃ似てるって話したっけ、した、聞いた、竹下の、うん、誰、どれ、どれ、さやか、あー、さやぴ、あれにめちゃくちゃ似てるよね、めちゃくちゃでもないけど似てるよね、似てるかな、ちょっとね、雰囲気、いや、一番最初見たときは、おわってなった、あ、来た、来ためっちゃ似とるやん、めっちゃ似とるやん、じゃだった、ターゲット、来たはならんやん、来たびっくりしたね、じゃあ、狙うわけね、狙うこれ見る、これ聞くときない、ビビるやろね、うん、狙われとった、あのときみたいな、竹下さん似とるんやーってねそれ誰か知らんのにそうね、あと、みすずか、果実の果実と書いてミスズというのは、まあ、ミスズの顔を、あ、顔を出てきた、なんかジョバレって感じやね、ジョバレって感じやね、うん、あのね、あのちょっと性格悪そうな感じ ね、性格悪そうな感じ、悪いかな、でも自分で言うとったよ、悪いですって、うん、あ、じゃあ石橋が言ってたんだけど、石橋、うん、石橋が自分でってことね、じゃあ石橋が言うとったよ、こいつでも腹黒いっすよって、うん、言うと言うと、え、あれジョーなの、いや、知らん、あのだけこの長い短い期間じゃない、うん、話してってことか、そうなるね、あとはあいつできとるんじゃないかなって俺思うけど、みすずと、うん、そんなことないやろうけど、でもやたらと仲いいね、あれ石橋は誰とでも仲いいんだよね、うん、仲いい、いくみちゃんともなんかずっと喋ってた気がする、俺さそのいくみちゃんっていうのやめよう、いくみっていう、いくみ、違う、うちの友達にイクミちゃんって俺知るか、お前の都合なんだ、イクちゃんって言っちゃう、でもなんかイクミちゃんって言いたくなる、うん、イクちゃんじゃダメか、ただだ、イクミ、クロガス、そうそう、イクミよ、クロガスの妹ってだけでちゃんをつけるのは良くないと思う、うん、逆に、あ、そうなん、そういう風にちゃんつけたらどうなる、イクミちゃん、イクミ、あ、イクミ、イクちゃん、あ、イクちゃんって言っちゃう、いや、いいよ、いいかな、それはいいかな、じゃあ聞けば、本人に
いいですか。でも、イクメの顔が出てこんな、パッてな。パッて出てこんな。あ、わかる。俺さ、めっちゃわかる。めっちゃミスズが出てくるよね、今。そう、でも多分、顔が似とるのは、イクちゃんか、イクちゃんとミスズじゃない。あ、でもやっぱ、ね、似とるよね。顔はね、見てると思う。ちょっとね、出てこんだよ、はっきりしとるもんね。焼肉目の前やったもん、焼肉。そう、焼肉食べたな。うん、でも俺、リリコも全然出てこん。あ、出てくる、リリコは、あの、一つ娘のね、彼女でしょ。出てこん、俺の高校の同級生の顔が出てくる。ヤギは？ヤギだよ。パッて出てくる、あんな。あんな。ヤギって出てくる。ヤギって出てくるもんね、あれ。ヤギみたいな感じで。すごいよね。ヤギです。めっちゃウケるね。最初名前教えてくれんの、ずっとなんかゴリラっていう情報しかなかったみたい。いや、ヤギとかすぐ出てくるね、あんな。あ、あの人うまいんだよ、だろ。え、うま、うまくはないよ。え、なんかすごいじゃん、なんか、こう、選ばれたみたいな、選ばれる前みたいな。あ、そうね、うん、候補、選抜候補ということ。そう、総総体総体、うん、あ、なんか T シャツ着よったやん、この間。あ、国体の T シャツ。そうそう、それなんなんみたいな言ったら、選ばれる前かな、なんかまで行きましたみたいな言ってた。広島だって今ノーミと一緒のレベルよ。城北、うん、全然知らんけどね。サブの強弱がね、激しい、うん、何、入るか入らんかってこと。見た、まだ1年生やからね。そうね、今からですよ。そう、今からよ。あ、今から上手くなる人。そうだよね。そうだけど、俺たちがめちゃくちゃ教えて上手くさせよう。高3が出たいって言ってたもん、ね、集めるって言ってた。あ、させんけどね、俺たちのチームでは。ん、3年生の中で。あ、一緒にってこと。うん、どうせれんやろ、うん、いや、1年生は1年生で組むって言ってたよ。あ、そうね。うん、でも勝つけどね。集めようって言ってた。もうそこはね、うん、先輩としての意地を見せたいわけですよ。うん、2年生出れんのね。2年生出れんよ、3日から。公平にブロック押してないか。そうね。うん。公平ブロック、あれやん。うん。わちゃわちゃしとる。わちゃわちゃしとる。トス良くない？うん。いいときね。トスね、この間ね、やっただけどね、安定しとった。うん。意外と。うん、そうだと思う。ジャンプトスを覚えさせよう。うん。もっとあるやん、そんなこと。なんでそのトスだけ、あの、特化させる、ステータス伸ばすの。デコやね。デコ。デコで取らせる。デコで伸ばすの。びっくりした。デコ伸ばすの。ほら。素晴らしい。全然内容あんまりないと思うけど、ね、うん、内容も、ね、楽しいかな、これ聞いてて。うん、どうやろうね、暇つぶしやもんね。うん、楽しくなかったら聞かんときゃいいもん。そっか。うん、じゃあ、なんかこれ絶対聞いとる人の話を。これ絶対聞いとる人の話だ。だから原さんとダーポンだよ。本田さん、あの、マチャさん、あ、聞きそう。マチャさん、ミササカさん、ミササカさん、ミササカ先生、ミササカ、ミササカ、あの子らへんは聞いてくれてると思う。証拠りもなくね。ねえ、証拠りもなくね。ラジオに出た人は絶対聞くね。お前がさ、4回目呼ばれんやったりするよ、うん、で、こう、聞くよね、4回目アップされたら。あ、わかんない、うちまだ聞けよ。わかんないじゃねえよ。これさ、ね、これでも1回目聞いてないんだよね、うち、今溜まりすぎたら、もうあれ、見らんよ、多分誰も。あ、確かにね。だけど、あれじゃない、うん、うちに集まった時にたまに流すとかじゃない。ああ、何回目俺聞いてなきゃ聞きたいとか言うの。あ、見てるんだね。第63回。やばいね、そんなだったらやばいね。いけそうじゃない。でも、あの、今からビーチシーズンやし、このペースでいったら夏休みとかほぼ毎日収録してそうね、うん、毎日人おるもんね、絶対、うん、絶対平尾くん出てくると思う。そのうち平尾も多分出演するんやな。一人でできるんじゃないかな、平尾くん。できないかな、一人でできるの。なんか、これ取材今回のこんな状況って、うん、なんか今こういうサークルが流行ってるんですよみたいな、うん、ね、あ、ラジオを撮るみたいな。それほぼ俺じゃね。チロルズじゃなくて俺やろ。その時呼んで。俺ただのサークル大好き人間や。その時呼んでほしい。第1回聞いてないの？聞いてないね。俺今日第1回聞きながら寝たけど。第2回も聞いてない。今何？お前これ3回目？あ、そっか。3回目、第3回目。これ第3回目。第3回目。3回目。うまいね。第3回目。今回第3回、今日さっきは告られました。あ、え、一応言ったよ。ちょっと待って、あれ、言っちゃった。
負けず寝てるね、ほんの現実だよ。え、これダメなやつ。なんて急に爆弾放り込んだ。急に爆弾、すっごい爆弾投下してびっくりしたんだけど。思わずデコペンしてしまったよ、うん、なんで急に言ったと、うん、なんか、うん、話題がね、うん、バンみたいな。そうやね、来たね、来たね、よかった、来たね。言ってもいいよ別に、うん、でも皆さんは知らない人だからね、はい、じゃあ簡単に言うよ、どういう人に告られてどうなりましたっていうのだけ。なんで言うのがいいんじゃないの。お前毎回質問ゼミやる、ここで終わったらお前何やるのかなんだろう、ね、あ、それがめんどくさくないよ。え、何を言ったらいい？最近謝罪やな。謝罪？そう、謝罪。すいませんでした。記者会見、記者会見。はい。スタッフ細胞の。この度、うん、スタッフ細胞は？あります。あります。違う違う。論点そこじゃないし。ありますね、あれはね。違う、そうじゃない。なんだろう、スタッフ細胞。言って。何を言えばいい？今回。今回、私。藤野咲は。俺が言っとくやん。意味ないやん。なんで、何を伝えればいいか。誰に声だろう？みたいに、はい、そこはちょっと伏せていい。誰の伏せていい、どういう関係の人みたいに。明日の年下の人ですね、うん、どこで知り合ったの。知り合った共通点。ああ、まあまあまあ、それはね、それ言ったらね、それ言ったらもうなんかいろいろダメ、うん、あれだけよ。何、白かどうかだけよ。白ではありません。だってさ、チロでさ、うちより年下って相当限られてるよ。怖い。強制とかやったらウケるの。強制とかめっちゃ面白いやん。はい、あちらじゃないです。あちらじゃないです、全然違います。そう、はい、知らない人に告られて、知らない人にね。でこれさ、さっきのことどうでもいいとさ、この辺でもう終わるじゃない。本当だよ、多分もう切ってるよ。で終わった。何、でどうしたん。で、断りました。お、嘘というわけです。言ったじゃん。お前な、お前はいい。あ、竹下も告られたんよね。かわいい。マジか。苦しいやった？苦しいやった？もうめんどくせえ。苦しい？じゃあ記者会見する俺も。スタッフ細胞は？あります。やっぱあるよね。俺たちが楽しいだけやん、こんな。今すっごい楽しい。聞いとる人全然楽しくないやん、こんな。じゃあ聞いてみよう。今聞いてる人に。じゃあ今聞いてる人にね、聞こう。何をどうすれば聞いてる人。心の中で答えてほしい。ありますね。じゃああれでしょ、これここまで見た人は、うん、スタンプ細胞があるかどうかをツイートしてもらおう。タイミングに合わせて。ありますありますあります。これ見た人は、じゃあ見たに聞いてみて。聞いて言えや、言えや、なんかしいや。聞いてみよう。まあ何聞くの。さっきの話聞いてあるかどうか。そう、だって、うん、今このラジオを聞いてくれてる人に、そう質問する、最後の質問する。最後、うん、近い、誰に言えばいい。ラジオを聞いてる人たちで、あろうとする福岡のね。さあ、福岡の皆さん、何今のトーンで言わんと、今の俺たちみたいな感じで、スタップ細胞はみたいな感じで、スタップ細胞は言わせとるやん。ありますか。ありますね。ありますね。ありますね。はい、今すぐつぶやけ、はい、今すぐつぶやけ。ありますとつぶやけで、今ありますってつぶやいた人はラジオを視聴してくれたらなって思う。そういうことでしょう。ありがとうございます。見たには確認できないんだけどね。こいつツイッターやってないから。そうだね。その時って教えるわ、 LINE するわ、誰誰見とったよって、うん、じゃあ締めのこれ面白いね。もう30分になるけどね、締めの結局スタッフに持ってかれたね。重かった。締めのアザース、締めのアザース3人で、すいません。アザースの時ってさ、撮っとったっけ。ん、撮っとったっけ、録音しとったっけ。いや知らん。あ、撮ってた撮ってたっけ。あ、撮ってたっけ。いや、わかんない。それすらもわかんない時間。え、やばい、あと20秒しかないんだ。いや、大丈夫だ。そんなきっちり終わるから。じゃあ、はい。あ、じゃあ、一旦。終わっていいよ。終わるよ、じゃあ、本日は。わからん。本日は。あと10秒しかないよ。うん、本日は。じゃあ、終わります。何？本日は。あざっす。じゃあ、第4回お楽しみに。バイバイ。お疲れ様です。